ヤクソン。ジャクソンではありません。ヤクソンです。ヤク村、もう何がヤクなんでしょうかね。もう恐ろしいような。もうちょっとね、このゲームをダウンロードしようとしていたページ時点でもうなんかもう怖いしね、もうなんかやばそうなのが出てきそうな雰囲気を醸し出しております。それではね、早速ね、プレイをしていこうと思いますと。シャカーン。私は仕事で九州のとある山奥の作業現場を訪れている。車のエンジンをかけ、いつものように帰路につく。ふと地元の者が使おうとしない旧道が目に入った。慣れない田舎の駐車を打つ。薬を決めちゃうんですね。なるほど。まあ、いきなりだ。車の鍵を探しトンネルへ戻れ。ここは一体どこだ。なんでやねん。いや、いいよ、もう帰ろうよ。きっとあるよ。あの、見逃してるだけだよ。ね、クソダメだ、帰れねえ。やばい、胃が痛くなってきた。ちょっとだけ待って。ちょっとだけね、一個だけ、ちょっと。あ、これ。あ。エスケープキーをしたら、ポーズとかそういうのあるかなとか思ったら、普通に消えちゃった。慣れない田舎の瞬間からストレスが溜まっているところだ。運転時の私はその人気のない旧道へとハンドルを切ったっていう感じだったらね。よし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 。今度こそね、普通に。オブジェクト上で左クリックすると入手することができます。で、これで最初のミッションがこんな感じと。ここは一体どこだーと。しゃがんだりとかはないね。操作的にはね。早速行ってみるか。お、ダッシュも使える。いいね。あ、なにこれ、すり抜けれる。スイースイー。金網をすり抜けれる。きっとこいつはターミネーター2。ようこそ、ヤク神の里へ。この先、シンスヘンソン。さっき前すり抜けれたのに、この扉もすり抜けられない。おー、ノー。いいよ、最高から登ってけいいよ。ちょっと有刺鉄線あるけど、なんとかなるやろ。大丈夫、大丈夫。意外となんとかなるもんだって。あの、有刺鉄線に服をこう巻きつけたらね、いけるからって、あの、映画とかでよく見るじゃん、なんか。なんかもういない？なんかもう見えたんだけど、俺。みんな見えるかな？みんなからは見えないかも。俺には超見える。てか、めっちゃマウスポインター真ん中にこうあるんだけど。これ、あの、3D 酔いをね、しやすい人を、なんとかこう、助ける救済処置が施されているのね。あえて脇道を通る僕。分かったよ。さっきの変なやつが立ってたところに行けばいいんだろ。いや、むしろなんか正規じゃないルート通る方が怖いわ、俺的に。いや、でもやっぱり怖いよな。どうしようかな。やっぱあっちから行こうかな。うん、あっちから回ってみよう。そしたらワンチャンなんかあるかもしれない。これ走れまくれるけど、こっちに向いた。ちょっと待って。なんかいたよ。やべえよ。やべえのいたよ。やべえぞ。え、もう絶対完全に村人っぽいけど、村人とはちょっとあかんタイプの人やん。しかもこっち気づいてないし。なんか気づいたらキュイ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 とか言ってくるんだろうな。そう思うとなんか嫌になってきちゃうな。僕な。走ったら気づかれやすいとかあるのかな。そういうちょっとメタルギアな要素はあるんでしょうか。一応ジャンプもできんのね。あ、ジャンプしたら屋根のか登れんじゃん。ヤッフー、落ちたんですけど。おう、おう、おう、ノー。どこ僕、ここ。ちょっと待って、天井すり抜けた。その主人公ちょいちょいすり抜け能力発動しちゃうからちょっと怖いわ。やべ、怖え。ちょっと待って、あれどうなんの？どう襲ってくんの？ちょっとでも見つかったらアウトなの？スニーキングミッションが主なんですか？それとも頑張ったら逃げれるんですか？そこんとこどうなの？あんまいるじゃん。これこいつ完全にこっち向いてるじゃん。絶対バレるでしょ、これ。待って、どうすればいいの、こんな。最初から道なりにやっぱ行っときゃよかったかな。もうマジで怖い。バッて出てこないんでね、バッと。普通に来る分には僕、あんまり怖くないんで。ほんと、その辺頼みますよ。ちょっとここ行ってみよう。大体神社が僕を守ってくれるはず。役神のなんたらって言ってたし。歩く速度遅えな、こいつ。バーって行ってバーって出てこられたら僕も発狂しちゃう自信があるからね。あー、敵倒せたらなー、ワンチャンあるのにな。怖ーい。ちょっと待って。マジ怖い。もうマジ無理。ほんと怖いんだけど。
ちょっと待ってよ。なんかいる、あれキノコ？コマ犬、コマさんかわいい。でもコマさんにね、気を取られたらきっとね、なんかね、やられそう。すげえ、ジャンプができる。ジャンプができたところで何なんだって感じだけど。おお、何これ。はあ、祠の中にあった気味の悪い髪の毛でできた人形、ご神体というものだろうか。手にしてみるとどうも言えない顔がしてくる。ええファええちょ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 、逃げる逃げる俺たち。追いつかれてないこれ。消息不明。は走って逃げれへんやん。えどういうこと。何が悪いの、俺が悪いの、世界が悪いの、どっちが悪いの。つまり俺がいきなりあそこに行ったのはそもそもの間違いだったってことかな。ちょっとよくわかんないな。ワンチャンあのザコに当たってみるか、当たってみるというか出会ってみるか。そしたらなんか分かってくるかな。まあ、ザコって言ったけどザコかわかんないけどね。もう完全にこいつ危ないでしょ。この距離でまだセーフだけど。やべえな。どっから来る、どっから来る。キュイ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 って感じなのか、ピュインタイプなのか。あ、もう怖っ。この距離で来ない。裸なのにこんなに興奮しないだなんて。もう宇宙人みたいな、なんか死みたいなともついてるし。頼むからバッて出てこないと死んだよな。この距離でも大丈夫。意外と正面行っても大丈夫なんだね。やっぱりご神体を取ったから薬神様的なサムシングが起こったってことなんだろうか。待って、こんなん家の中入れってことなんだろうけど、入ったら絶対やばいじゃん。行っちゃうのこれ。あーやばい。あー胃が、あー行きそう。あーもう FPS ゲームみたいになんかひょこって覗けないのがちょっと怖いんですけど、トイレット。おお、村人の皮膚のサンプル。シャールの側面に村人の皮膚と記されている。このシャールと共にメモ書きされていた細胞を調べた時に人間のものではない変異を確認。あ、おお、じゃ何、なんか百歩しちゃった人間たちってこと。マジそれやばない。つまりあれは人間だったけど変異しちゃった系男子ってこと。そんな危ねえ村が主人公が普段使ってる道の旧道の近くにあるってやばいだろ。うわ怖い。これ何、なんかここだけ色が違う。道路ってことか。じゃあこれは村人たちがなんか変異しちゃったってことか。怖っ。そんなことがあっていいんですか。ただ結構明かりが先まで届いて、なおかつね、人、あいつらはなんかそこまで多少近くでも反応しないっぽいから、ある程度近づいても大丈夫いいかな。やべ、意外って。これでもな、ある程度ここまで来ちゃったら近づかないと通れないよね。ワンチャンここ通っていけってことかもしんないけど。主人公すり抜けちゃう、ほら、すり抜けちゃうのよ。おっとっと、やいやい。全然反応されないね。やべ、お腹痛くなってきた。うんこ来てえな。これワンチャンすり抜けてみる？もうちょっとでも見つかったらアウトなのかな？と！あ、ダメだ。お、でもいけるいける。よし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 。バグかは知らんけど、多分仕様。うん、きっとこういう仕様だよね。お、なんかある。ん？あ、これ開けれるとこじゃないのか。動物の小屋的なそういうところ。何もない道は怖いなあ。あーもう先トイレ行けばよかったな。このゲームポーズないしな。あれ、何もない何もないと。しかしあの人たちはなんだそれ固まって突っ立ってんだろうね。何も何もないんでしょうか。 TV っていうか、考えたら全部家倒壊してない。全部じゃないけどかなりは。そう、建物あるけどもう中に完全にザコがイールなんだけど。あ、待って、マジでトイレ行こうかな。トイレ行かないとワンチャンザコに見つかった時に俺出ちゃいそうな気がする。
その緊張感はちょっとやばいぜ。何かよくわからん時が一番怖いしな。よし、トイレに行こう。決めた。ふぅ、なんとなくだけど恐怖とうんこはなんか関係性がある気がする。うんこした途端に恐怖も流れてた気がするわ。なんかもういいやって感じだよね。これここまで近づいたらどうなんの。意外とへっちゃらないんやな。ぴょんぴょん。これこの中に入らないとない、取れないもんとかあんのかな。雑魚の動きっていうのがよくわかんないから微妙に探索しづらいんだよな。一回やっぱわざと雑魚の近くに寄ってみるか。まあ、雑魚って言っちゃいけんかもしれない。村人って言おうか。村民のね、そばに行かないとちょっとね、どういう動きをしてくるかわかんないから、逃げ方がわかんないよね。だからこういうところの探索がちょっと難しくなってくるんだけど。こんなに近づいても建物外だからなのかな。反応してこないね。そもそもここに何かあるんだろうかと、ちょっとこっから見てみるけど、なんもなさそうなんだよ。なんか入り損な気もする。あ、なんかあるわ。ここに手紙みたいなのが。これ取れってことかな。ワンちゃん行ってみるか。なんとかなるやろ。ガハハ。来ねえなこいつ。おびき出されてしまえばいいのに。あれ、でもこれよく見たら扉とかがない。あれ、あ、入れないの。そもそも行けるんだと思った。あ、ここか。ハロー。おお。ハロー。お邪魔します。怖っ。意外と遠かったのね。やっぱり狭いところが怖いね。よし、大丈夫。もう緊張しても腹が痛くないので余裕です。おー、シット。おー、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 サワーになって踊ろう。ランラーランラーラー、意外とかわいい。ヒュー。やべえ。おー、おー、おー、追いかけてきてる。何が気にならなかったんだろう。何かのフラグを立てちゃったのか、急に走ってんのこれ。走ってんのかなこれ。なんか浮いてるように見えるけど。なるほどね。閉めてやる。あ、閉めれなかった。ウォーって言った。なんで、何のウォーなの今の。取るぞ取るぞ。イエーイ。子供の出生記録は一切ないが、記録を見る限り数十年間村人の数は33人と変化がない。新聞で取り上げられたことは大変面倒なことである。これまで、あ、呼んでる間も来る系男子。それはちょっとずるいんじゃないんですかね。よし、ちょっと動きというか逃げ方も分かってきた。雑魚は大したことないな。やっぱり問題はさっきのやつか。オッケーオッケー、いいぞ。